はい、こんにちは。税理士川みなみの YouTube チャンネルへようこそ。オンライン上で税理士を味方につけるということで、オンラインサロンを運営している自営業専門の税理士川みなみです。本日の動画もよろしくお願いします。本日の動画はこちら、税理士報酬相場っていくらについて動画で紹介していきたいと思います。本日の目次はこちらです。税理士報酬の仕組みについて、料金の決定要素について、相場について、税理士選びのポイントとメリットについて、こんなケースに要注意を最後に説明したいと思います。この流れで動画の方進めていきたいと思いますので、本日もよろしくお願いします。はい、では税理士報酬相場っていくらについていきます。目次はこちらのような順番でいきます。目次は、この順番で見ていきたいと思います。ではまず税理士報酬の仕組みについて紹介します。まず顧問料ですね。これは毎月発生する報酬です。こちらの顧問料の中には、相談が入っていたり、打ち合わせ、対面が入っていたり、メールや電話での相談が無料で入っているケースが多いと思います。あと、記帳代行ですね。記帳代行をお願いするか自分でやるかによって、料金が変わってくると思います。あと、決算料。こちらのは、確定申告の作成料です。個人でしたら所得税。法人でしたら法人の決算料は年1回作ると思うので、そちらの決算料は別途発生します。こちらもまた年末調整というのも年1回に発生するものです。従業員を雇っているとか、給与があるとか、先住者給与があるっていう方は年末調整をする必要があるので、あるかどうかによってまた報酬が変わってきます。その他ですね、これは税務調査などイレギュラーな場合です。例えば、対面を1回増やしたいとか、あと税務署から電話があって税務調査が入ったっていう場合は、顧問料とかこの決算料とは別途報酬がかかるという事務所さんがほとんど多いかと思います。っていうのが税理士業の報酬の仕組みだと思ってください。これが税理士報酬の仕組みです。では、どの事務所さんも多分、料金を決定する要素があるんですけど、代表的なものを順番にね、紹介していきたいと思います。売上の規模が上がれば上がるほど、処理も多くなりますし、手続きも難しくなったり、数が増えてくる場合が大体ほとんどです。ですので、売上の規模が上がれば上がるほど、報酬料金は上がっていくと考えておいてください。あと2つ目は、記帳代行の有無です。これは、記帳代行を税理士に丸投げするのか、普段の経理を自分でやるのか、顧問料の中に入ってるか入ってないかっていうのは各自事務所さんによって違うと思うんですけど、記帳代行の有無は料金の決定要素の一つになります。打ち合わせの頻度ですね、月1回なのか、対面の頻度がやっぱ増えれば増えるほど料金の報酬は上がると考えておいてください。あとは訪問型か来社型ですね。税理士事務所の方に伺うのか、先生とかスタッフの方が自分の仕事場に来てもらうかによって料金が変わってくるケースが多いようです。あと業種によって変わるっていう事務所さんもあると思います。製造業とか、あとは飲食のように複雑な仕入れが頻繁に細かくあるとか、そういう業種によって取引が多いような業種は料金が高くなる可能性もありますし、逆になんか仕入れもなく在庫もないよとか、売上が1本、取引先が1つだけしかないとか、仕入れ先も1つか2つなんですみたいなところだとシンプルな経理になるので、その場合そういう業種にいる方は料金が下がるっていう可能性もあります。あとはですね、消費税の有無ですね。これは消費税が免税事業者なのか課税事業者なのかによって消費税の申告書を作るか作らないかが決まってきますので、もちろん消費税の申告書を作るとなりましたらその分報酬がかかりますし、免税事業者で消費税の支払い義務がないという方は消費税の申告書を作らなくていいので、その分報酬が、かからないというふうになります。以上が大体どの多分事務所さんも料金の決定の要素として使っているではないかなと思うものを挙げました。それでは次です。相場についていきたいと思います。法人ですと大体顧問料が月3万円前後が話聞いてると多いのではないかなと思います。あと決算料については15万円前後。もちろんね、これより高い場合もありますし、安い場合もあります。決算料ね、これ自営業の場合は年1回税理士事務所さんにお願いするっていう年1という、仕組みがあると思うんですけど、そういう場合は大体聞いてると決算料が10万円から15万円ぐらいの方が多いかなと思います。それは先ほどのこちらに紹介した料金の決定要素によって報酬が差があるんだと思われます。だいたい相場はこれくらいかなという参考程度にお使いください。税理士選びのポイントですね。これ本当大事なことだと思います。私はね、個人的に税理士選びのポイントとして、まず相性が大事だと思っております。長いお付き合いに基本的になりますので、先生と会うかどうか相談したり、電話かけたりするの、話しやすいかどうかと、質問しやすいかどうか、聞きやすいかどうか、
相性が大事だと個人的に思っております。次に年代や価値観ですね。これはですね、自分の年代と近い方がやっぱり相談しやすいし聞きやすいと思うんですね。聞きづらいとか、なんかこんなしょうもないこと聞いてどうしようと思うじゃないですか。なので年代は自分と近い方が相談しやすいかなと個人的に思います。あと価値観が一緒っていうのは重要なポイントだと思ってます。税理士選びだけじゃなくビジネスでもそうじゃないですか。どんなお客さんと一緒に仕事をするか、価値観が似ている人の方が仕事はしやすいですしスムーズです。あとは料金です ね、あの車を買うときも住宅を買うときも皆さん見積もりを取ると思うので料金比較すればいいと思います。あと気をつけなきゃいけない最後のポイントです。いい悪いとかではなくてこういう現実があるんですけど、大体大きい事務所さんになると、代表の先生一人いまして資格がない担当者がつく場合多々あります。これが現実です。なのでいざねこの先生に依頼しようというふうにお願いして決めたのに実際来るのはその資格がない担当者の場合もあれば先生とは違う方が担当につく場合もあるので確認をした方がいいですよっていうお話です。なので税理士選びのポイント、相性、年代や、似ている価値観を持った方、あとはまあ料金で考える、資格がない担当者でもいいのかどうか、税理士選びのポイントではないでしょうか。それではね、税理士に今度は依頼するメリットについて紹介します。これはまず1つ目、時間と作業の大幅な負担の軽減です。そろそろ確定申告についてやらなきゃという精神的負担も軽減されます。レシートが山積みになってこう溜まってるって、もう見るのもやっても今日はせっかくもう休みだからやりたくないなとか、そういう精神的負担とかそういうことを考える時間がいらなくなるんですね。なので時間と作業と、まあ、精神的負担が大幅に軽減されます。正確な申告です。こちらよくね、顧問になったお客さんの過去作った申告書を見るんですけど、大体間違っております。もうパラパラっと見ただけで変だなっていう数字がいくつか見つかるので、こちらは税理士に依頼することで正確な申告になります。あとはアドバイスをもらえるってことです。経営者って孤独ですよね。誰にも相談できないし、ライバルにも相談はもちろんできません。聞ける相手がいる、相談できる相手がいるっていうのは大きなメリットではないでしょうか。税理士の報酬っていうのは経費になります。節税することができます。税理士依頼のメリットっていうのは結構あると思います。最後に注意点を挙げたいと思います。まあ、ホームページね、今時ホームページにね、料金表がないような事務所っていうのは要注意です。もちろんね、ホームページがない事務所さんもね、まだまだありますので、実際打ち合わせって見積もりくださいって言った時に、この料金表の提示がないところは要注意です。これを欲しいって言った時に、料金表の提示がない事務所さんは気をつけてください。あと2つ目、これはオプション加算です。毎月の子守は1万円というか1万5000円って安く歌っときながらオプション加算が多くて結局高くなったっていう話はたまによく聞きます。なのでどこからどこまでが無料の範囲なのかきちっと確認するようにしてください。あと先ほども紹介しましたけど見積もりの比較もぜひしてください。今のご時世ですので、ね、そうすることによって料金の仕組みが分かったりとか、あっちの事務所とこっちの事務所ってこういうふうに違うんだとか、あと事務所の雰囲気も分かりますし、まあ、見積もりの比較はぜひしてください。税理士変更のやっぱタイミング、ベストなタイミングってあります。これはやはり決算を締めてから変わった方がスムーズです。途中で変わられるよりはやはり決算締めたタイミング変わった方がスムーズにいきますので、税理士変更のタイミングでベストなのは決算が終わったあと、締めた後に次の期からは次の先生っていう風に変わっていただけるといいと思います。こちらはね、オンライン上で税理士を味方につけようコンセプトでやっておりまして、顧問料のね相場に比べたら圧倒的に安い料金になります。これ月額制で3500円、完全会員制で Facebook の非公開グループで運営をしております。なので平日毎日税理士からのメールマガ、役に立つ情報メールマガが読める、相談や質問は OK になります。なんかいろんな質問が来ますと、オンラインサロンの決会員さんになっていただければその場でいつでも何回でも自由にできるので、顧問料に比べたら圧倒的に安くて気軽にオンライン上で税理士を味方につけておくっていうことで、リンクの方にね概要欄で貼っておきますので、こちらの方気になる方はぜひぜひチェックの方をよろしくお願いします。じゃあ本日の動画は以上になります。チャンネル登録の方よろしくお願いします。また高評価ボタンとコメントや感想お待ちしてます。では本日の動画は以上になります。またの動画でお会いしましょう。税理士川南でした。またの動画でね。またね。